リボンチャンネル。さっき道で拾った渡そうと思ったら藤田さん走って行っちゃうし。ありがとう。お揃いだよ。本当にもう戻ってこないかと思う。ごめん、びっくりするよね。これくらいのことで泣いたり。自分でも驚く。パスケース一つでこんなに崩れそうになるなんて。私は今も真昼に支えられてたんだ。入院？真昼が？なんで？いやー、私も謎だよ。すごい元気なのにさ。でも手術したらすぐ退院できるって。中学の入学式までには間に合うってさ。だよね、ママ。そうね。そっか、ならよかった。それよか、見てよこれ。じゃーん、白花中学の制服。かわいい。セーラー服だ。本当は私もみんなと同じ中学行きたかったけど、制服は気に入った。退院したら制服着て一緒に写真撮ろう。約束だよ。約束は果たされることはなくて、二度と真昼に会えなくなったあの日、せめてもう心配させないように変わろうって思ったのに。やっぱり藤田さんってしっかりしてるとは違うかも。やはり。というか、なんか守ってあげたくなる感じ。最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンやコメントも待ってるよ。リボンチャンネルは毎日更新中。毎日見るっきゃない。次の動画も見てね。